それではただいまより令和5年度第2回市長記者会見を始めさせていただきます。それでは長渕市長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日定例でお伝えしている新型コロナウイルス感染症の市内の状況、そして案件としまして空き家の利活用による定住支援策についてお伝えをしたいと思います。まず新型コロナウイルス感染症、毎週お伝えをしていますが、1ヶ月間のカレンダーで前週比同曜日を上回ったところはオレンジ色、下回ったところは白で表しています。一時期1日に市民の方で陽性者2200人を超える日がございました。その時に比べると2桁ぐらい数が違います。そして直近では前週比を上回る日も多く見えていますが、ただ総数としては今も少ない状況を保っているものと考えております。こちら新規陽性者数の推移、第7波が落ち着いたところからぐぐっと少し上がった時期はございましたが、ただ第7波のこの谷間の時期を考えても今はかなり少ない陽性者数で保つことができていると認識をしています。こちら堺市の仕様として公開している堺シグナルモニタリングの数字、大阪府堺市ともに人口10万人当たりの新規陽性者数、大きな違いはありません。また年齢構成の割合につきましても、各年代それぞれですね、感染どなたでも感染しうる状況、総数は少ないながらも年齢ごとの大きな違いは見られないと考えております。陽性率につきましては、こちらのオレンジ色の折れ線グラフです。昨日で 6.5%、 1週間平均で 6.5%、 こちらも第7波の谷間の時期と比べると今も低い陽性率を保っているという状況です。市民の方の重症者は3月後半から現在にかけてゼロいらっしゃいません。そして入院されている方については、昨日時点で34人の方が、減少は一時期に比べるとかなり少なくなっておりますが、今も34人の方が入院されているということで、一日も早い回復をお祈りをしております。続きましてワクチン接種の情報です。65歳以上の方 73.6%、 そして全体では 41.2%、 オミクロン株対応ワクチンと、先週の会見でもお伝えしましたが、5月8日以降またワクチンの対象者も変わりますので、こちら市民の皆様にも分かりやすいように周知広報をしていきたいと考えております。そしてこれまでこの新型コロナウイルス感染症の市内での情報ということで、定期的に毎週もう3年ぐらいですね、コロナ禍でお伝えをしておりますが、5月8日以降は感染症法上の分類が5類に移行します。国でも今ニュースや報道新聞を見ていますと、随時扱いについての情報を私も入手をしておりますが、ただ完全にまだまとまりきっていないと考えています。4月後半に分科会で決定される見込みと認識をしていますので、その後堺市でもその状況によって検討いたしまして、5月8日以降の扱いを確定したいと考えております。今入っている情報では、やはり全数把握というものはもう5月8日以降は行われない見込みだと認識していますので、また5月8日以降の会見でのお伝えの仕方についても検討をして公表したいと思います。続きまして案件です。空き家の利活用による定住支援策についてです。こちら空き家については全国的にも今関心が高いテーマだと認識をしています。私も新聞紙面等を拝見しますと、空き家に関する情報も掲載をされております。市内の空き家率については、この令和平成5年から平成30年直近のところまで見ますと、高い値で推移をしていて、堺市内では 13.6%、 そしてこの空き家数に関しては、特に一戸建てであったり長屋に関するものですが、堺区が最も多い状況となっております。この
空き家率については全国平均も見ていますが、この20年間以上の推移を見ますと、ほぼ全国の平均と堺市の空き家率は変わりはないという状況です。全国的にも空き家が大きな課題、そしてこれから高齢化さらにますます進んでいく一方で、少子化も加速をいたしますので、空き家に対する問題、堺市としてもいち早く先進的な取り組みを行うことで改善を図りたいと考えております。空き家が増えることによって、例えば建物が劣化をしたり、また空き家の樹木が生い茂る、そして環境悪化につながる、また環境悪化は犯罪にも防犯の面でも影響を与えやすいと考えておりますので、積極的に空き家の問題を改善するということと合わせて、今回の取り組みはそれも活用できないか、そして堺市の取り組みに効果的な取り組みができないかということで、今日2点取り組みについてご紹介をいたします。1点目は今年度の予算で計上している項目です。概要は1月31日の予算発表の会見でもお伝えをさせていただきました。今回詳しい内容がまとまりましたのでお伝えをいたします。こちらは空き家活用による若年子育て世代への定住支援です。今年度の重点施策が子育て世帯の子育て世代の定住流入促進ということを掲げておりまして、その定住をしてもらいたいと、流入してもらいたいということと、空き家を活用するという2つの目的を同時に満たすものです。はい、こちらは市内の空き家を購入して市外から転入される方、また市内の賃貸住宅から転居してこられる若年世帯や子育て世帯に関して最大120万円を補助するというものです。はい、補助対象経費2分の1で、受付は5月1日、今年5月1日から行います。はい、補助の要件としましては、ここに記載している内容でして、若い世代の方に関しては、申請者と配偶者が婚姻結婚関係にある、そして堺市パートナーシップ制度を設けておりますので、パートナーシップ宣誓書、就労所の交付を受けている世帯を含みます。はい、そして年齢としましては39歳以下、今年4月1日時点で申請者と配偶者のいずれかの年齢が39歳以下、また補助対象住宅に申請者と配偶者が等が同居していることが条件です。また子育て世帯におきましては、4月1日時点で18歳未満のお子様がいる世帯、そして住宅の主な要件につきましては、1年以上空き家であること、耐震性があること、また建物状況調査を実施していることなどを掲げております。ぜひ堺に若い世代住み続けていただきたいと思いますし、空き家に関しては、市内の流通価格も比較的安いということがありますので、ぜひ若い皆さん、子育て世帯の皆さん、空き家を活用してもらうためにもこの制度を積極的にご利用いただきたいと考えております。続いてもう1点は民間企業様との連携です。空き家活用の取り組みに関連をいたしまして、本日付で池田泉州銀行様との連携協定を締結いたしました。目的としましてはここに4つ掲げていますが、空き家の利活用、空き家化の未然防止、良質な住宅の提供、子育て世帯等の定住促進です。この協定を締結することによりまして、転入定住を促進する住宅ローン等の取り扱いを開始すると、その住宅ローンにおいては金利の引き下げを受けることができる、お得にお金を借りていただくことができるということです。この取り扱い開始は5月1日からを予定をしております。また
池田泉州銀行様のホームページでも報道提供資料にはそちらを記載されていますので、詳しく条件等は記載されておりますので、ぜひ皆様のホームページ等をご覧いただけたらと思います。先の補助金と合わせて多くの方にご利用いただいて、空き家を活用して若い世代、子育て世代の皆様の定住理由の促進につなげたいと考えております。本県以外にも空き家対策の取り組み、さまざま民間企業の皆様と連携しながら進めておりまして、今年度の重点施策でもあります子育て世代の定住理由の促進に向けてなお一層力を入れて取り組んでいきたいと考えております。私からは以上です。はい、それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただき、ご質問の方をよろしくお願いをいたします。ご質問ございますでしょうか。関西テレビさん。関西テレビの菊谷です。改めまして、この、定住支援策の、狙いと今、ざっくり説明していただいたんですけども、狙いを改めて、お聞かせいただきたいのと、具体的な目標値などもありましたら、今年度は予算の都合もあって先着順とはなっていますけれども、大体市内のどれぐらいの空き家の解消を目指していたりですとか、若い世代のどれぐらいの定住を目指したいのか、目標があれば教えてください。まず今回の一番の狙いとしましては、やはり空き家問題ですね、これからさらに深刻化することが想定されますので、早い段階でこの空き家が放置されている状況を解消したいと、改善したいということが1点、そしてその空き家を活用していただく上でも、本市においては高齢化、全国的にもそうですが高齢化も進んでおります。若い世代の皆さん、ぜひこれからも堺で住み続けていただきたいですし、市外の住まいの方も堺に転入をしてきていただきたいと、その意味でも今市内の空き家をご利用いただいて、そしてこれからも定住していただくというところが今回の大きな目的です。そして今回については、はい、先着順としております。実際に今回堺市においても初めての取り組みでありまして、特に120万円、最大120万円というのは他の政令市の状況を確認しましても、おそらく額的には最も高い水準だと認識しています。実際に新しい取り組みを始めるにあたって、どれぐらいの方がご利用していただけるのかということを内部でも検討しましたが、まずは30世帯を基準として考えておりまして、最大120万円、皆さんが最大使われるわけではないかもしれませんが、120万円かける30世帯で3600万円の予算を計上しております。そしてこの活用状況でありましたり、あとは使い勝手ですね、今回条件としてさまざまここに記載している以上にもチェックシートみたいなものを設けておりまして、基準に該当するかというところをご利用の皆様にご確認いただきます。ですので、これからさらにこの効果的な事業であると見込めた場合には、来年度以降、よりこの空き家活用と子育て世代の若者の定住流入促進につながるようにしていきたいと考えております。そして、はい、今回の補助金支援の対象は、空き家になって1年以上経つ戸建て住宅、一戸建て、そして市内には長屋もございますので、を対象としております。そしてその数が各区別でこれだけの数がございます。ですので、今の目標としては、この空き家率ですね、これからどんどん増えていくことをなんとか食い止めたいというところ、そして今これだけの空き家があるところをまずは減少傾向に持っていきたいというところが目的ですので、また5月1日から募集をいたしますが、その状況も見ながらですね、効果的な空き家対策を実施していきたいと考えています。その耐震補強だけでも2、300万かかるというのを話を聞きました。
今回のこの補助金を使用していただく一つの条件としましては、お伝えしたように耐震性があるとか、建物の状況調査を実施しているというところも挙げられます。ですので、この例えば耐震性を有するような工事をしていただければ、対策をしていただければこの補助金は活用できるんですが、おっしゃったようにその耐震性を上げる、もしくは老朽化しているものに対して費用がかかるということもあります。ですので、今市が行っている空き家の対策というのは、この2点だけでは、新たに始まる2点だけではございません。これまでもさまざま空き家の取り組みを行っておりまして、今年度から拡充している内容については、例えば耐震性能が不足している住宅については除却をするための補助を拡充をしていましたり、また密集市街地の木造住宅も補助、除却の補助を行っております。また今後もですね、今民間企業様とも連携して、例えば空き家の未然防止できないかというところも行っております。国の制度もございますので、さまざまな面から空き家対策を改善するためのアプローチを取り組んで、この事業だけで空き家が問題を解決するとは考えておりませんので、今ご指摘いただいた点も踏まえて、より効果的になるように常に改善ブラッシュアップをしていきたいと考えています。それでは他にご質問いかがでしょうか。朝日新聞さん、どうぞ。朝日新聞の井崎です。まず前回の会見でお聞きしたのにお答えいただけなかった第三者委員会、黒塗りで開示された亡くなった生徒さんの件ですが、第三者委員会の調査について校長や担任に、第三者委員会が聞き取りをしていたのかと、そのどのような聞き取り内容だったのか、どのように受け答えしていたのかということについて、第三者委員会側からは聞き取れないにしても、教育委員会管轄の元校長や担任らに聞けば分かることですので、これが聞いていないというお答えでしたので、この点改めてお聞きします。失礼いたします。校長などへのヒアリングを教育委員会から行ったのかということにつきまして、教育委員会の方からお答えさせていただきます。第三者委員会の調査の内容に関わる校長等の関係者のヒアリングにつきましては、第三者委員会の中立性を阻害する恐れがございます。ですので、再度関係教員へのヒアリングにつきましては教育委員会では行わない考えております。以上でございます。まさに先週のお答えと一緒のことで、想定した範囲内のお答えではあるわけですけれども、この第三者委員会の中立性、第三者委員会の調査の中に必要な情報というのは提供させていただいていると、木で花をくくったような回答先週もされたわけですが、第三者委員会の方がそうおっしゃるならまだしも、客観独立した調査だから私どもは全く触ることができません。今まさに中立とおっしゃいましたけども、そういう立場なのが教育委員会です。にもかかわらず第三者委員会の調査が尽くされていると先週おっしゃっているのは、教育委員会がそう判断するのはいささか自家到着が起きているように思えるのですが、その点についてはお聞きしてもあんまり深まらないような気もしますが、一応お聞きしますが、どうでしょう。失礼いたします。続けて教育委員会の方からお答えの方させていただきたいと思います。今も調査報告書の中でございますけれども、第三者委員会が当時の校長、それから担任教員等にもヒアリング十分された上での作成となってございます。以前からご指摘ございますとおり、調査報告書の中身ですね、担任が行為に虚偽の報告を上げた可能性も否定はできないというところの部分の記載の部分で、ずっとご質問の方もいただいているのかと思うんですけれども、こちらの方は個々の事実、またその中身も確認した上で、生徒保護者への対応が不十分であったと調査報告書の中でも断定はされております。ですので、その上で今後の再発防止策にかかる提言もされておるということで、我々としては再度のヒアリングは行わないというふうに考えてございます。以上でございます。全く
こちらは論理的に説明しているつもりでも、なんか説明になっていないことを毎週繰り返されるので、改めて指摘させていただきますが、第三者委員会といえども人間が構成する調査機関であり、不満の体験でも金華玉城でもないと思うわけで、不十分な点があって当たり前だから、調査結果と合わせて疑問に思う点を問題提起させていただいているわけです。保護者の方も不十分だと思うからこそ教育委員会に言っても取り合ってくれない、だから市長に要望書まで出した、なのに教育委員会のレクチャーをそのまま、まあ、受け取るような形で12月23日に判断された、まあ、そこまでは教育委員会の説明が悪かったんだと私は思っています。でもその後にこうやって3月の28日以降会見の場でいろいろ問題点を指摘させていただいているわけです。これは、まあ、市長が、まあ、報告を教育委員会から受けた後に私が問題提起した論点ですので、市長の判断が間違っていたと言っているわけではありません。判断をする上での教育委員会のレクチャーがあくまで不十分だったのではないかと思って質問させていただいています。私が問題提起した数々の疑問点に関して対して、この会見をご覧になっている市民の方々からも続々とご指摘いただいてありがとうという声を届けていただいています。これまで教育委員会は手続きに熟知しない一般市民に木で鼻をくくったような対応で押し切ってきたわけです。しかしこの場はそうはいきません。市民が見てます。論理的に私が感じた疑問点を説明して答えを求めているわけで、もちろん市長がお答えになれない場合はこのように職員が代わりに補足答弁するわけですが、その答えはあくまでも論理的であってほしいなと思っております。まあ、この点について市長に今の説明で本当に十分な説明だと、まあ、もう2回にわたって私のやり取りも聞いておられるので、まずこの点についてお聞きしたいなと思います。はい、まあ、ご質問いただいたヒアリング等についてはやはり調査報告書が第三者委員会によって行われたものであること、そしてそれに基づいて再発防止等の提言もされていること等を含めて教育委員会からも説明を受けております。ですのでこの点は先週から教育委員会と移籍者の間でやり取りもされておりますが、私としてもこの本件については適切だと、問題特にないと考えております。ただ一方で私が教育委員会と今随時も協議しておりますが、やはり特にいじめ重大事態調査に至った保護者の方、児童生徒の方もそうですが、やはり丁寧な対応ご説明というのは欠かせないと考えております。今記者が指摘されたように木で鼻をくくった対応ということが私はあってはならないと思っておりますので、やはり丁寧な説明を徹底するようにということは私からも教育委員会に伝えています。私がなんでこの問題をずっと質問し続けているのかというと、それは1年前のこの教育委員会の会見レクの中で、亡くなった生徒さんではなくいじめた側の加害児童の加害生徒さんの方の将来を考えて黒塗りにしたと言わんばかりの姿勢をそのレクチャーの中で感じ取って、子どもが一人思い悩んで命を絶ったという事実の前に、なんと冷酷な対応する大人たちなんだろうという憤りからです。これは記者である以前に子どもを持つ親として感じ取った憤りです。ですので質問を続けます。前回いじめ対策委員会の議事録はあれば望ましいものであって、議事録がなければならないという形になっていなかったのが適切ではないと判断しているが、非行為には当たらないとおっしゃっていました。若干読み返してもちょっと文章としてどうなのかなという気もしましたが、しかし実際に亡くなった生徒さんの方は長期欠席しており、そのことをもっていじめ重大事態に当たると判断して、もっと早く動いていれば事態は変わり得たのではないかと、そのことが保護者の方の一番引っかかっている点じゃないかなと思います。仮に議事録があれば望ましい程度のものであったとするならば、
どうして死後に辻褄合わせのように議事録を作成する必要があったのか。調査報告書はまさに辻褄合わせの可能性を指摘しているわけですが、教育委員会への報告義務が生じ、それを怠れば非行為にあたるという点までは処分期間ではないので言及してませんが、ここは処分に関わる重大なポイントだと思いますので、まずそこら辺の事実関係について教えてください。教育委員会からお答えさせていただきます。まあ、先週も同じ通り、議事録が、まあ、ないこと、まあ、あれば望ましいというふうなお話をさせていただきました。で、こちらについては、まあ、法令上におきましても、この議事録の作成義務というものがなされていないという中 で、まあ、私どもとしてはこの部分、後から作成したということ、これは客観的にどういうことがあったというのをまとめたもののというふうな受け止めをしております。ですので、その後から作ったことを非行為という形では認定はしておらない。さらに、まあ、ただこのないことということに関してはやはり望ましくないということですので、現在は文書を残すということで指導をしておるところでございます。以上です。その後からどうして作成する必要があったのかっていうのは聞き取ってるんですか。そんな日数を調整したかのように見える第三者委員会に辻褄合わせが指摘されるような行為をどうしてしたのかっていうのはどのように聞き取ってるんですか。続けてお答えします。後から作ったことに関してはなぜなかったのかということは問い合わせをしました。でそれに関しては、まあ、当時の教頭に、まあ、最後教頭校長になるわけですけども、まあ、作らないといけないという、まあ、認識っていうのが、まあ、欠けておるというふうなところがあったというふうな話を聞いております。認識が欠けてただったらそのまま作らないっていう判断もあり得たと思うんですが、どうして日数を調整してそうやって作る必要があったのかっていうところがポイントだと思うんですが、そこに対してはどのように聞き取ってるんでしょうか。日数を調整して作成をしたというふうな形での、まあ、議論というのはしてはおりません。それはまさに調査報告書の中で日数を辻褄合わせのように調整されているように見受けられるという記述があったかと思うんですが、あなたたちが大事にされておられる調査報告書で指摘をされている内容について、どうして処分権者であるあなたが確認をしないのか、その点が全く理解できないんですが。続けてお答えいたします。まあ、まあ、この処分の事実といいますか、処分の理由を考える中で、この調査報告書で書かれておられますこの点ですね、辻褄合わせのように思えるというところについては断定はもちろんしておりませんし、まあ、そこについて、まあ、非行為性というところがあるかないかという部分については、まあ、ないという前提の中で聞いておらないということでございます。断定されてなければいいということであれば、まあ、この間の、まあ、議論についても、まあ、断定はしてないわけですよね。だけどあなたたちは断定しているという事実が2019年11月1日にあったと。一方では断定は可能性でとどめていると。断定してないからいいだろうっていうことは、その先ほどの2019年11月1日の議論と合わせて考えると若干合点がいかないような気もするんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。2019年の議論との、だから校長が聞き取って、はい、これは嘘虚偽報告だと認定したと、はい、あなたたちが認定したのが2019年11月1日で、はい、一方でその以前に、まあ、それと同時に同僚に対して虚偽の報告をした、だから虚偽の可能性があると、可能性止まりである。片方では虚偽の可能性止まりだからという理屈を取っておきながら、片方では可能性止まりのものをなんか同じだと一緒くたにして論じているっていうところの
どうしても自己矛盾というか聞いててしっくりこない部分があるんですが、それを喋ってる党の本人が認識しないというところが私はちょっと解せないなと思うんですが、繰り返しになりますけれども、処分を考える中ではその点については考慮しといいますか、含めておらないといいますか、そういったこれ正直処分云々ははっきり言って付随する問題であって、本質的な問題についてはこの子が長期欠席してたのにそれが教育委員会に報告なされていなかった、この事実についてどこまで掘り下げてこの調査報告書が指摘していて、であなたたちがそれをどう受け止めているのか、そこが問われている本筋であろうと思うのに、私から質問される想定問答集の中があくまで処分云々であろうというところに防衛ラインを引いているから、そこの本質を見落としていると思うんですが、そこはいかがお考えでしょうか。失礼いたします。続けて教育委員会からです。今ご指摘の、担任が故意に教育委員の報告を上げた可能性も否定はできないと調査書の方には記載してございます。で、こちらにつきましては当時生徒指導主事が申している点、それから担任が申している点、この部分にやはり話が齟齬が生じていたということで、こういった齟齬が生じること自体がやはりこのいじめの適切な組織的な対応ができていなかったということを調査書の方では指摘をしていると、そんなふうな認識を私たちもしておりございます。以上でございます。まさに今のが論点のすり替えであって、私が今聞いているのは本筋的なところで、どうしてこの子の長期欠席が教育委員会に報告されていないという肝心要の議論のところを掘り下げてない調査報告書であったり、あるいはあなたたちがどう受け止めているのかっていうところで聞いているのに、また別の論点ですり替えて話をこう、なんか私がそれはきっかけとしてその話を持ち出したっていうのはあるんですけども、それはもう前回の会見で校長管理職に対しての虚偽と同僚に対する齟齬の虚偽っていうのはレベルが違う、そこをロジックとして一緒くたにするのはおかしいっていうのは申し上げています。だからそれに対しての答えではなくて、今まさに聞いているのはこの亡くなった子が長期欠席しているという事実をきちんと組織として教育委員会なり学校として対応できてたらこんな事態になってなかったんではないか、そこがなぜ報告が上がってないのかっていうところに対しての掘り下げが十分ではないのではないかと、だから保護者の方もこれでは不十分だという思いが募ってるんじゃないかということに対して答えになってないと思うんです。その点についてはいかがお考えでしょうか。続けて、失礼いたします。繰り返しの回答になるかもしれませんけれども、私たち、調査書の方も見させていただく中で、やっぱりそこの指摘というのは非常に教育委員会でもとしても深く受け止めております。きちんと、そういった報告の流れができていなかった、そのこと自体が、さらに不登校の部分を長期化させていたのではないかということで、そこは私たちとしても重く受け止めているところでございます。以上でございます。重く受け止めている、そここそがまさに処分の対象であり、そこがきちんとなされていないから虚偽報告っていうのはもちろんそれはそれで非行為だとは思うんですが、それでこの子がこんなことになったんではなくて、いじめに対しての不登校、それがはっきりと認定されているにもかかわらず報告がきちんとなされてなかったと、その事実をどう受け止めてるんですかと、重く受け止めてるっていうのは分かるんですけど、それは処分を伴って初めて世間に示されることであろうと私は考えるんですが、いかがお考えでしょう。引き続きお答えいたします。この報告に関してという部分については、当時の校長が報告義務者ということになっております。でしかしながらこの校長は平成31年3月末をもって定年退職
をしているということでございます。処分の中でその報告をしていないということに関しては、当然、報告義務違反ということでございますけれども、その報告権者である校長に関しては、この今言いました平成31年で定年退職しているという、そういう形にはなっています。定年退職してても今回処分してるんですよね。今該当の方、前の校長ということになります。前の校長、はい、前の校長がもう再任用でもなく定年退職してるから処分ができないと、はい、要は処分対象であったのに父として処分を遅らせた結果、処分ができない状況になってしまったと。平成31年3月で退職をしておりますので、もう完全に再任用でもなく退職、はい、しておりません、はい、そういうことでございます。今回の処分対象者である校長はその後の校長、教頭であって、その後平成31年4月から校長を務めているものでございます。要は処分対象であったけども、そこはもう退職したから処分対象でなくなったと、はい、そういう話なわけですよね。校長に関しての報告っていうところについては、そういう形になります。であるならば、さっきの説明ってちょっとおかしくないですか。で、ただこの報告義務を怠ったっていうところだけをもって、そもそも、もちろんあれなんですが、議事録を作成してなかったっていう話もあったと思うんです。その辺も含めた中の話をさせていただいたことなんですが、最初のなんか受け答えでは、まあ、もうなんかそれは報告作っても作らなくてもいいものだから、議事録の話を始めさせていただいてたと思います、はい、で今報告というところになって、ちょっと話が観点が違うのかなと私としては受け止めておりまして、議事録を作ってないっていうのは、はい、じゃあこれは誰が処分対象、こちらについても、ただ義務ではなかったということになってますので、望ましかったけどもできてなかったっていうところで、これ自身が非行為ではあるという認定はしていませんというふうなお話をさせてもらってます。わかりました。その点については一旦ちょっと説明を受けたまわりました。前回の会見で市長がおっしゃっておられた保護者の方への現時点の説明ではというふうにおっしゃっていたわけですけれども、これは一体いつの時点のお話をされていたんでしょうか。説明は最後にされたのはいつになるんでしょうか。昨年の12月23日と記録に残っております。私が再調査の意向はないのかと前回質問させていただいたところ、市長は前回保護者の方から特にさらなる再調査というのはお聞きしていないと、要望はお聞きしていないと判断認識をしていますとおっしゃっておられました。ではこの3月28日以降、私がルール、問題提起させていただいた後に保護者の方への説明聞き取りっていうのはされてるんでしょうか。その後は保護者の方には12月23日の時点で一度先方で受け止められたと認識しております。ちょっと細かいそのやり取りまではこの場でお伝えすることはできませんが、ひとまず先方で胸に留められたと認識していますので、こちらからの働きかけはそれ以降行っていないと考えています。わかりました。私も特に保護者の方のご判断が一番だろうと思います。でその上でやはりそれが調査が十分であったのか不十分であったのかっていうのは教育委員会が判断することではなくて、市長ご自身がいろいろな情報をご自身で人からの話ではなくて元のデータであったりさまざまな話を総合した上で改めて判断されるべきだろうと思いますので、その点については今後の話だと受け止めております。で今回の処分については4年前の事案についての処分です。教育委員会はこの間保護者からの再調査要望があり事実関係が変わる可能性があったので処分をできなかった。12月23日に市長が再調査をしないと判断したので処分をしたとの説明でした。これをそのまま鵜呑みにしたとしても処分発表まで3ヶ月、広報課に聞くと3月上旬には処分発表の日程を決める段取りに入っていたといいます。では私が遅いと指摘させていただいた日程ですら市長の判断から2ヶ月半で処分を発表する段取りに入れていたことになります。
一方、市教委が非行為を市長に報告したのは昨年3月15日です。そして亡くなった生徒さんの保護者の方が市長に要望書を出したのは6月6日、この間およそ3ヶ月、ではそれまでの間に処分に関する懲戒等審査会は開かれていたんでしょうか。昨年の6月までの間でしたら、一件の案件で懲戒等審査会を開いていたというふうに記憶しておりございます。どうして市長に報告したこの案件がそこの訴状に上がってきて6月の段階で発表のスケジュールに入ってこなかったのか、その点いかがお考えでしょうか。処分の検討というのは昨年からもしておりました。ただまず慎重に対応しないといけないという思いの中もございます。それと保護者の方から再調査の意向があるようなお話というのも聞いた中で、その点、留保といいますか処分についてはちょっと進めるのは置くべきだという判断をさせていただいております。保護者の方から再調査の要望があるってお聞きし聞いたのはいつになるんでしょうか。聞いたとかそういう話があるっていうのを間接的に聞いてございまして、それはいつのことになるんでしょうか。6月6日が再調査の意向というふうに聞いてございます。ただご納得をいただいてないという話っていうのはそれまでの間そういう話っていうのは我々としても受け止めておりました中で、やはり慎重に対応すべきだというふうなところで、この判断を、慎重に対応したということでございます。言ってる説明が次々コロ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 変わるとしか受け止められなくて、もう本当になんか残念な限りです。ことほどさように言った端から論理矛盾というか、言ってることがちょっと前の言ってたことと食い違うじゃないかと指摘されるようなことを繰り返しておられるわけで、最後に山崎教育次長の議場でのお言葉を拝借しますと以下の通りです。教育委員会に関する不祥事案で共通している原因として考えていることは、前例踏襲の事務執行、そして社会情勢などの変化に対して行動を変えられていないなど、長年の価値観や慣習への固執といった積弊があるのではないかと考えております。また事案に対する職員自身の認識の甘さや対応の緩みのほか、日々の事務執行に際しまして根拠主義、文書主義、手続き主義などの行政事務の基本的な取り組みが十分にできていなかった点があると考えております。これは今回の第三者委員会 の、処分の、調査結果のやり取りとか、あるいは処分に関してのやり取りとかの言動を照らし合わせてみても、おっしゃってる通りだなという思いをしております。ではこの発言がいつのことだったのか、昨年8月31日の本会議の議事録です。私もこの頃までは教育委員会が変わろうとしているという実感を肌で感じておりました。日渡前教育長の時代です。しかしながらこれからしばらくのうち日渡前教育長はご病気で退任されることになりました。前教育長からは先祖返りすることがないように私の代わりに見張っておいてほしいとの言葉を頂戴しましたので、こうしてこのようにしつこいようですがお聞きしている次第です。この半年先祖返りしているのではないかと思われることが多々ありました。その極みが今回の件です。議場で市民の代表である議員閣議や市長らを前に教育委員会として答弁したことですから、今一度石兵を振り払って市民の疑問にきちんと向き合う姿勢を示していただきたいということで質問を終わります。それでは他にご質問いかがでしょうか。朝日新聞さん。全く別件になるんですが、しばらく前の話で恐縮なんですけど、3月の末に週刊誌の方に、上下水道局に関してのいろいろ問題点というか報道がありました。まずこの点について市長はどのように報告を受けておられるのか、その点まず確認させてください。はい、実際に週刊誌に乗った直前か直後だったと認識していますが、
報告がありました。ただ週刊誌に書いている内容がどこまで事実なのかというところを私から上下水道局の当時の管理者を通じて確認をいたしました。その中では執行自体は適切に行っていたと。ただ一部職員でですね、その市民に対する配慮というかですね、そういうところで不適切な行動があったことは否めないと認識しておりますので、週刊誌に書かれているのはもうその工事自体が不法だ、不適切だったんじゃないかということだったと思いますが、そうではないということを報告受けております。その状況も私も確認をしております。その今おっしゃった適切だったというのは、あそこに書かれていたその係数の 1.6 倍まで割りましたっていうのが適切だったっていうことなんでしょうか。はい、そのことも含めてです。短期間で工事を終わらせなければいけなかった、日中に終わらせる必要があったということで、その係数の増やしたということを報告を受けています。その夜間から昼間に変えて短期間で終わらせる必要があったのはなぜなんでしょう。さまざまな複数の住民の方からのご要望ということもありますが、今水道局ちょっと補足があったら説明してください。はい、説明させていただきます。夜間工事はもともとは交通量の多いところでございましたので夜間工事を予定しておったところなんですけれども、工事の説明を周辺住民の方にさせていただいたときにですね、どうしても夜間ちょっと困るということで昼間の施工にしてもらえないかというような要望がございましたので対応させていただいたというところでございます。昼間にしたら急にその係数を上げて工事費を増やさないといけないっていうのは、これはどういう理由からなんでしょうか。はい、昼間に変えたんですけれども、どうしてもやはり交通量が多いということで、先行して別のインフラ事業者さんの工事がございましてですね、そちらの方も参考にさせていただいたんですが、それと警察の協議の中で本来ならば9時から5時までというような時間、昼間であってもその時間を取ることができるんですが、どうしても交通量あるいはそういった交通停滞というようなことを考えますと10時から4時までの施工という形の方でお願いしたいというような調整がございましたので、施工時間が非常に短くなったというところでございます。先ほど市長がおっしゃってた一部職員の市民に対する配慮で不適切な行動があった、これはどのようなことを具体的に指しているんでしょうか。はい、確認したところでございますけれども、ちょっと週刊誌報道の中で、ホテルの方に、蚊取り線香ですかねの方をちょっと職員の方が持ち込んだと、要望者に対して持っていったということについては過度な対応だったというところで反省するところでございます。そのホテル代は誰が負担しているんでしょうか。基本的には受け負った事業者さんというふう、受け負った事業者さんだと思います。はい、受け負った事業者さんはその係数の操作によって増えた工事費の中からその費用を捻出したと、そのように理解してよいんでしょうか。いえ、そこのところが少し報道の事実とはちょっと少し違うところでございまして、まず昼間に施工するというようなことにつきましては、そのホテル云々の調整のかなり以前の3ヶ月制度以前にまず昼間の施工にするというようなことは決定してございます。その時にそういった変更契約を行っているというところでございますので、それで何かホテルの費用を捻出したんじゃないかというようなところっていうところでは違いますというところでお答えさせていただきます。ホテル費用は誰が結局負担したんですか。請負の事業者さんというふうに理解しています。請負の事業者さんはやはりそれは工事代から捻出するしかないんじゃないですか、その工事に関わることであれば。
はい、工事の契約の中にホテル代というわけではございませんが、そういった地元との調整というところの費用も含めた中で の工事ということになってますので、その中でホテル代というような調整には今回なっておりますけれども、ホテル代を捻出するためにというような形で の工事の事業の費用ということになっていることではございません。あくまで地元との調整が必要な場合というところも工事の費用の中に含まれているという理解でお願いいたします。結果としてはそういうことに充てられたっていうことは認められるんではないですか。いえ、結果としてもいいように昼間の工事というのはそれよりも以前に決まっていた話ですので、それはあくまで工事費用に対して昼間に工事することに対しての費用の調整という形になってございます。まあ、この件については引き続きまた今日は時間も経ってますんであれしますが、上下水道局に対しては情報公開請求をさせていただいてます。まず市長はその件についてはご存知でしょうか。はい、聞いております。まあ、この件についてご存知ということであれば、なかなか決定通知書が来てから連絡も来ない中で棚ざらし感が若干あるんですが、時間もかかってもきちんと出てくるものが出てくればと思うんですが、この間の上下水道局とのやり取りすべてメールでさせていただきました。公文書で残るようにと記録して、市長も多分取り寄せれば私と上下水道局とのやり取りは見ることができます。ちょっとなかなか教育委員会も大概どうかなと思うことが多々あるんですが、それに輪をかけてちょっとこういう組織ってあるんだなとびっくりするような、市民に対して情報開示のハードルを上げるかのような本当にひどい対応でびっくりしました。その点についてはもし市長が求めて部局が出さないようであれば送信者である私からも提供しますのでご確認いただけたらと思います。以上で終わります。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の松本と申します。すみません、今出た下水道局のお話の確認なんですが、その工事費用の計算に地元のとの調整というものは通常も含まれるものなんですか。はい、一般的に現場管理費というものを計上しておりまして、その中から、必要な経費を、受注者の方で用意するということになっております。ごめんなさい、私の理解ついていけてないだけかもしれないんですが、以前この件を私が取材したときはあくまでその夜間とその時間計算 そのかける係数が変わる分額が変わってしまいますというご説明を受けました。工事にかけないといけない時間が短くなるからそこは致し方がないのかなと、思う部分もあったんですが、調整が地元への調整もそこのに額に含むという話は一切出てきません。含まないんです。今先ほどその工事全体の中に含まれている。もうその額というのはちゃんと別枠で示されているんですか。そういうしかるべき資料やデータの中に。現場管理費という部分ですか。はいはい、現場管理費という項目で内訳は示されているわけです。内訳は、はい、間接経費の中に現場管理費というものがそれぞれの工事で計上されております。それはもう事案事案によって額が変わるものという理解でよろしいんですか。はい、基本的に我々の、行政側の積算は、一定係数をかけたものが出てきます。で、請負側に関しましては請負額ということになりますので、どの現場にどの現場管理費を当てるかというのは様々だというふうに理解しております。わかりました。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見を終了いたします。お疲れ様でした。Thank you.